徳川家光。徳川家光は、江戸幕府の、第三代将軍、在職、1623年から1651年。二代将軍、秀忠の次男、嫡男である。母は、浅井長政の娘で、織田信長の命に当たる子。乳母は、春日が局、福、乳兄弟に、稲葉正勝、稲葉正吉、稲葉正歳がいる。人の徳川将軍のうち、 父親の性質の子は、家康、家光、吉信の三人のみであり、さらに将軍の子内室、五代所が生んだ将軍は家光のみである。慶長九年、1604年7月17日、徳川秀忠の次男として、江戸城祭の丸に生まれる。徳川家の四次であった父、秀忠には、慶長六年、1601年に誕生した、長男、 長丸がいたが、すでに創生していたため聖師として扱われ、祖父、家康と同じ妖名武地を与えられた。誕生に伴い、明智光秀家臣、斎藤俊三の娘である、福、小早川家,家臣、稲葉正重室、後の春日局が、乳母となり、稲葉正勝、松平信綱、岡部久綱、水野照綱、長井忠沙らの故障がつけられる。慶長十年、 1605年、家康は秀忠に将軍職を上位して大御所となる。幼少時の家光は病弱で喫音があり、養子も美齢とは言えなかったと言われる。慶長11年、1606年に弟、国松、後の忠長が誕生する。家光と忠長の間には四次争いがあったとも言われ、竹の職団によれば、秀忠は忠長を長愛しており、 竹千代拝着の危機を感じた福は、駿府の家康に実情を訴え、憂慮した祖父、家康が徴用の情を明確にし、家光の四継決定が確定したと言われる。これらは家光死後に成立した公説であるが、同時代資料の検討から家光の四継決定は、元那年間であると考えられている。玄奈二年、1616 16年5月には、竹千代の森役として、 堺忠都内藤誠治、青山忠都の三人が、家光付の年寄りとなり、9月には六十数名の少年が故障として任命され、家光の年寄り衆、家臣団となる。元那三年、1617年には、西の丸へ移り、元那四年、1618年には、朝廷の直主を迎えており、公式の場への出席が見られる。元那二年、 1616 16年の家康の死去で延期されていた元服は、元和6年、1620年に済ませ、竹千代から家光に改め、十三味県大名号に任官する。家光の意味名は、昆虫院数伝が選定した。数伝の記した本広告詩日記には、当初は家忠を勘案したが、平安時代の苦行の左大臣、藤原家忠の意味名と同じとなることから、改めて、 家光を選定したとある。家は明らかに家康の家で、以後の徳川将軍家ではこの家が着難の意味名に使用する通詞となった。玄奈八年1622年、鎧儀所、愚足始めが行われ、愚足親は加藤義明が務めた。玄奈九年1623年には死去した内藤政治の後任として、坂井忠世。 坂井忠勝が年寄りとして付けられた。同年三月五日には将軍家政治として朝廷より右この大将に任じられる。同年六月には父、秀忠と共に上落し、七月二十七日に伏見城で将軍宣言を受け、正二内大臣となる。ご水のお天皇や受大したい盲と数子とも対面している。江戸へ戻ると、秀忠は江戸城塞の丸に隠居し、 家光は本丸へ移る。家光の結婚相手としては、黒田長政の娘との噂もあったが、元那九年、1623年8月には、石家高塚家から高塚佐高子が江戸へ下り、同年12月には、正式に腰入れする。秀忠は、政権以上した後も、大御所として、軍事指揮権等の政治的実権は掌握し続け、幕政は、 本丸年寄りと西の丸年寄りの合議による二元政治の元に置かれた。寛永三年、1626年七月には、小水野の天皇の二条上行行のために、再び上落するが、将軍、家光に対して、大御所、秀忠は、伊達政宗、佐竹義信ら多くの大名、旗本らを従えての上落であった。家光は二条上において、小みの天皇に拝謁し、 秀忠の大乗大臣に対し家光は、左大臣及び左近江大将に昇格した。寛永9年、1632年1月に、秀忠が死去すると二元政治は解消され、将軍から久保として申請を始める。また、旗本を中心とする直轄軍の再編に着手した。同年5月には、戸様大名を招集し、藩内の内向などを理由に、 日ご熊本藩主、加藤忠弘の会役を命じている。寛永年（ 0年、1633年、福岡藩における、栗山大前事件、黒田騒動では自ら最低を下し黒田野の,の、ハンの主張を認めている。幕政における改革では、老中、若年より、武行、大目付の姓を定め、現職将軍を最高権力者とする、幕府機構を確立した。 同年9月には、外祖父の浅井長政に、県中納言を増刊した。官営12年、1635年の武家諸法との、改定では、大名に参勤交代を義務付ける規定を加える。対外的には、長崎貿易の利益独占目的と、国際紛争の回避、キリシタンの排除を目的として、対外貿易の管理と統制を強化していった。が始まった後、 長崎奉行の竹中重義に海域と切腹を命じ、新しい長崎奉行を旗本二人から任命して、同時に、官営10年1633年から官営13年1636年にかけて、長崎奉行に東南アジア方面との貿易の管理と統制を目的とした職務規定、鎖国令を発布した。官営12年。 六百三十五年の長崎奉行への職務規定第三次鎖国令では日本人の東南アジア方面との往来が禁止されることになり宣教師の密航の手段であり国際紛争の火種となっていた朱印船貿易は終焉を迎えた同時に朱印船の役割は外国人、オランダ人、ポルトガル人、中国人が代行することになりまた歓迎十二年 1635年に九州各地の中国人は長崎のみに集中させられ、ポルトガル人は官営13年、636年長崎の出島に隔離された。官営14年、1637年に起きた島原の乱を鎮圧した後、ポルトガルとの断交を決意し、官営16年、1639年にオランダ省官庁のフランソワカロンを通して、 台湾経由でも中国産のキートを確保できることを確認、そして長崎奉行や九州地方の諸大名に対してポルトガル人の追放を命じた命令第5次鎖国令を発布した。官営18年1641年にはオランダ商館を出島に移転し、長崎を通じた貿易の管理、統制である鎖国体制を完成させた。ただし、 鎖国という概念や言葉が生まれるのは18世紀後半になっからである。これらの家光の代までに取られた江戸幕府の一連の強権政策は武断政治と言われる。寛永18年1641年には嫡男の武千代、後の四大将軍、家綱が生まれる。一方、寛永11年1634年に家光は30万 の大軍を率いて三度目の上落を行い、ゴミ頭ノを上皇による陰性を認めて、死事件以来冷え込んでいた、懲悪関係を再建することで、国内政治の安定を図った。ところが、幕府の基盤が安定したと思われた、官営十九年、1642年からは、官営の大基金が発生し、国内の諸大名、百姓の経営は大きな打撃を受ける。さらに、 昭法元年1644年には中国大陸で民が滅亡して満州族の清氏が進出するなど内外の深刻な問題の前に家光は体制の立て直しを迫られた。正康元年1644年には全国の大名に合唱、国江図、昭法国江図、上江図、昭法上江図を作成させ農民統制では 電波対衛体売買禁止令を発布した。慶安三年、六百五十年には病気となり、諸儀令を家妻に代行させ、翌年四月二十日に、江戸城内で死去する。去年四十八、家光の死に際しては、堀田正盛や安倍主月村が巡視している。意外は、遺言により東英山官営寺に移され、日光の林王寺に葬られた、日光東照宮。同年月には、 正一位、大乗大臣が追贈され、法名は、伊佐尾隆志委員の案もあったが、大友院に定められた。翌上元年、1653年には、大友院寮が造営される。日付イコール旧暦、小水能天皇の中宮のとして、同母妹の和子、東福門院が皇室に課したため、和子の子で、老いの隆人新郎の立大使及び即位を望んだが、 親王はわずか三歳で溶接してしまう。そこで、名の女一の宮京しない親王が、名将天皇として即位した。このことにより徳川家は、天皇家の外籍となり、宮中にも強い影響力を持つようになった。また、石管家の九条同房、一条京多スク二洋女を、とつがせるなどして、朝廷内における権力の基盤も固めた。なお二条道九条房兄弟は、 家光の老いにあたる。秀忠の死後、前代からの年寄り、老中である、土井都勝、かつ、堺ただかつ、堺ただよが引き続き年寄りとなったが、家光はそれまで、年寄り一人ができたことも、年寄り三人での合議がなければ、将軍への披露を認めることにした。そのため政務は、渋滞を来たし、諸大名が、幕府にちょっとした沈没を出すことも、ままならなくなった。 官営16年、1634年には制度を、改め、年寄り三人の担当を、月番制とし、六人衆、若年寄りの前身を、その補佐としておいた。当初はこの制度は、円滑に動いていたが、後に年寄りたちが案件を翌月に、先送りするようになり、さらに渋滞を招いた。その後、六人衆から松平信綱や安部忠明が、老中となり、 土井都市勝や堺忠勝は重要な事項のみ扱う大老となった。また、目付と大目付を設置し、年寄りたちを通さずに直接将軍が情報を掌握できるようにするなど、幕府の諸役職は家光の時期に定まっている。家光は若い頃は男色家だったために女性に興味を見せなかった。その行く先を懸念した家臣たちの計らいで、 美女と対面する機会を増やされたことで女性にも興味を見せ、側室のおぶりの方が、長女千代姫を産んだのを皮切りに、幾人もの側室を寵愛した。家光は、病気になると布団を5、6枚かぶり、厚着をして寝るという養生法を行っていたため、かえって病気が悪化することもあった。医師たちが意見をすると激しく怒り、処罰する寸前に至ることもあった。 山本白文は、精神の重圧が招いた不安心軽症ではないかと、推測している。慶安4年、1651年4月19日、家光は健常品の茶碗を見ていたところ、突然震えが止まらなくなり、そのまま倒れた。そして意識が戻ることがないまま、翌4月20日にそのまま抗居した。死の直前より、歩行障害も生じていたと言われることから、死因は、 農卒中だったと考えられている。小説家、矢切留夫は、宇母の春日局が家光の聖母ではないかという説を立てた。紅葉山文庫にあった、松の栄という資料が、明治44年に、国書館公会により、活字本として刊行された。そのうちの、新君家康公五位文、慶長19年2月25日付に、 秀忠公だ着う武千代君おなかが三世、将軍、家光君や、左大臣と記されていることを根拠としている。この説を発展させ、家康が実父ではないかという説もある。家康への尊数ぶりと、二世、権限、二世将軍と書いた紙が家康の子であるという根拠とされることもある。その上で、 冷徹な春日ガ局が自分とは不仲な女の生んだ家光に過剰なまでの優しさを向けていたことにも不審の目を向ける人も多く、家光の本当の生みの母を春日ガ局とみなす者もいる。成人した三人の男子のうち、長男、家綱が次の四代将軍となり、三男、綱重は甲府藩主、四男、綱吉は館林藩を主にそれぞれ封じられて、 これを五両天と言った。五両天は共に二十五万国を領し、肖像遺産儀で、甲府最小、立林最小と呼ばれて、御三夜に次ぐ高い価格を持ったが、藩主は江戸上府で、綱重は桜田御殿に、綱吉は神田御殿に、また、綱重の子、綱豊は三浜御殿に居住した。五領天を上府としたのは、 家綱に対する控えの存在としての意味合いを含むものだったと考えられるが、実際その家綱がこをなさずに死ぬと、幸福綱主は創生していたので、五代将軍となったのは、縦林綱吉だった。そしてその綱吉も男子なく死ぬと、六代将軍となったのは、綱主の子である幸福綱よ、徳家信だった。ないは署名、または別名。 寛永15年1638年家光体制成,成立時楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。